皆さん監督としてアドバイス指示も,もちろんあると思うんですが、怒るってことありますか時短しなきゃいけない時起こりますね。試合中にセットプレーの守備とか攻撃の時に、<laughs> こうでこうでこうだからこうなんて言ってる時間ないから、<laughs> こうしろ、こうみたいな時はありますね。でも今のチーム本当少なくなってるね。もう本当に、ちゃんとみんなが原則やれてる時はサポーターに近い感じで、まあ、みんながね、シュアボドキュメント見てくれてるけど、本当あんな感じで、うわ、すごうまみたいな。<laughs> なっちゃいますよね。 選手にてて強く言うというの心がけてること心けこあります厳しいこと言うときには、裏で一人で言います。一人に言い方考えて言いますから、ね。で、褒めるときにはみんなの前で言いますから。でもまあそれも、なんかこう、心がけてるという、最初は心がけてたけど、今は普通にある。で、あとはもう言わなきゃいけないと言わなきゃいけないし。あと、これに関しては分かんないけど、人によってそれは捉え方の差あるから。マジで僕が言いたくない人だっていうのは、もう伝わってると思いますけど、シュアボの選手には。そういうの、すげえ苦手な人っていう。 基本人に言いたくないから個人事業主で YouTuber やってたから。で、これって俺がいろいろ言うことがエンタメになるじゃん。みんなもさ、普通になんか全方位外交で、はい、ああ、の選手も良くて、この選手も良くてって言ってる YouTuber 見たくないでしょうわ、この選手いいわ、最高だって言ってるのと、いや、この選手こうでこうだってとか、この監督最高だ、いや、この監督率いてるチームだとこうだっていう。こういうのがあって楽しいじゃん。これが、普通に組織の中入って、そこの人間関係考えながら喋るってなると、こんなことしないんで。 さっき言ったね、解説と一緒で、受け手のね、ニーズが違うから、レオさんでも言うぐらいに思ってほしいっていう <laughs> 基本的に、ほっときたい俺が言うっていう。でなんか、結構僕は面と向かって褒められるの嬉しいんですけど、面と向かって褒められて、なんか嬉しくない層もいるわらしいじゃん。なんかこう、本当かみたいな、ちょっといぶかしげに捉えるみたいな。だから逆に褒めたい気持ちを抑えてる時ありますね。 シュアーボの選手を褒めるだけの配信とか、シュアーボの選手の話だけする配信あったら多分普通に一晩喋れると思うんで。一人だと無理か。でもまあ誰か聞き手がいたらもう絶対喋れるから。